こんにちは、萩原哲夫です。今日は、2017年7月21日金曜日です。今日お話しするのは、シングルファーザー歴13年の番外編ですかね。まあ、シングルファーザーになったきっかけといいますか。ちょうどですね、今から14年前、2003年の今日ですね、7月21日、がですね、うちの娘の母、元僕の妻ですね、の命日でございまして、もう14年経つんですが、まあ一番ショックだったのは、うちの子だと思いますけども。まあね、離婚したのがその年の5月で、7月に亡くなっちゃったんですが。まあ、いろいろこうありまして。これよくプライベートで言ってますが、僕が浮気をしてなんか困らせたとかそういうのではありませんか。まあ、夫婦の問題は、これはまあ、僕にも責任がありますが、これはまあ、二人の問題だったんで、そのことでまあ、離婚はしてしまったのですが、まあ、2ヶ月でちょうど夏休みが始まった日でですね、子供は、運動系の、クラブに入ってて、で、その練習で外、代々木の、あれですね、合宿オリンピック村っていうんですか、昔の。あそこに泊まってたんですけども。その日だったんですが。まあね、テレビとか映画とかでですね、まあ身近な人が亡くなった時にね、まあ美しく描かれてる場合もあったりして。ちょっとこう、子供の頃そういうなんか、かわいそうなヒロイン、ヒーローみたいなね、憧れちゃったりもしましたが。まあでも離婚したとはいえ、身近な人が亡くなるというのは実に、これは辛いことでありまして。まあ、できればね、まあその、年いって大往生ならいいですけども、年若くしてね、亡くなるというのは、周りに対するそういうショックとも、というのも非常に大きいので、大変でしたね。まあ、自分もとりあえず離婚するのでちょっと揉めて、そこは、親権をどっちが取るかっていうのは結構大きかったんですけども、もう結局、僕が折れてですね、親権はまあ、妻にということで、なって、まあ、自分のね、思い通りになったところで、亡くなっちゃったんですけどね。まあそういうんで、結構揉めたので、その亡くなった時にあんなショックを受けた自分がまたショックっていうか、あれと思いますけどね。まあでも大変でした。子供に話を、その頃の話をすると覚えてないと言ってたんでね。なんかやっぱ防御反応っていうんですかね。してんでしょうね、きっと。まあ、そんな感じなんでございまして。で、7月21日ということで、その当時、その離婚の話で相談をしていた法律事務所の方に、亡くなった時に言われたのは、まあ、命日、月命日には、まあ、お花は生けて、こう言って、行けなさいと。そのぐらいあなたしなさいと言われて、それはずっと続けてきました。で、今年の春ですかね。去年か。13会議終わったところで、とりあえず一区切りということで、まあ、花を飾るのはそこで、終えて、なおかつ、まあ、子供も家出てったんでね、この5月。独立したので、もう21日のお花というのは、
月命日をやめましたが、で、今日命日ですけど、全く忘れてまして、うち帰ってきたら思い出してね。まあ、花はどうしようかな、という感じですけどね。これ内緒です、とするか。個人的なことですけどね。そういう、7月21日という、21日って言うと、まあ、とにかくね、その、大変だった記憶をちょっと思い出す日です。ということで、重たい話題でございますけれども、そうですね。寿命はね、なるべく、皆さん、全うしていただきたいというかね、思います。ご本人、辛いかもしれませんが、それ以上に周囲の人が大変な思いをする。そういう思いをできれば皆さん持ってほしいですね。関係性でね、人間って成り立っているものなので、と思います。そんな感じで今日は終わりたいと思います。ありがとうございます。